こんにちは、エンジニアファーストの森本です。長谷です。今回前回に引き続き野崎さんにお越しいただきました。お願いします。お願いします。はい、簡単に自己紹介の方お願いします。エンジニア歴が2年と9ヶ月、うち9ヶ月がフリーランスエンジニアとしてやらせていただいている野崎です。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。前回の動画ではですね、野崎さんがフリーランス転校する前とした後の話というのを伺わせていただきました。はい、年収がこんぐらい上がったよって話もしてますので、ご覧いただければというふうに思います。今回はですね、よくこのチャンネルでは取り上げてるんですけど、資格についてのお話を伺っていこうかなと思います。はい、パッと見た感じもですね、10個近く資格持たれてるんで、実際に会ってよかったよとか、これいらなかったなとか、そういうところも含めていろいろと伺わせていただければなというふうに思います。はい、Java エンジニアですもんね。はい、はい、前提としては。いろいろ持たれてるんでしょ、一個一個聞いていければなと思うんですけど、IT パスポート持たれてますよね。あ、はい。これ取得したのいつ頃なんですか？おそらく前職の SES に入る前。じゃあ、3年、4年前とか。そうですね。異業種からの転職をされたわけじゃないですか、IT に。あ、はい。そのするために IT パスポート取ったっていう感じですか？そうですね。なるほど、なるほど。武器になるかなと思って。はい。IT パスポート取る時間かかりました、勉強期間というか。そんな大して時間かかなかったような。はい。なかなかこう難しいと思うんですけど、IT パスポートスポットの勉強した内容って今でも生きたりします？全く生きないですね。皆さんこれ口を揃えて言うんですよね。あんま意味ないんだよなって、はい、実際にどういう問題が出るんですか、 IT パスポートって。持ってないんですけど、覚えてる限りだとなんか横文字を覚えるみたいな。なるほど。 LAC とか最後みたいな英語3文字をこれ何の略でしょうみたいな覚えるのが大半だったような記憶です。なるほどっすね。どうぞ。 LAC 第五っぽく。あ、ラッキー。ちょっと待って。いや、LAC むずすぎるでしょ。無理やめとこ。次減るからね。来られたらまずいと思ってた。結局、まあ、IT パスポートは、現状ではあんまり活かす部分はないかなっていう感じですか。なかったですね。はい、逆に、異業種から IT に来た時には役に立ちました。ちょっと案件が探しやすくなったって、営業さんに言われたとかはありましたか。それもなかったです。なるほど。賞味あんまり使ってないかなっていう感じですかね。学んだことに関しては。使ったの 0% なんですね。はい。生きちゃうんだ。次にファイナンシャルプランナー2級持ってますよね、はい、FP2 級、はい、フリーランスってこうお金とかシビアになるんで、より一層、めちゃめちゃいいんじゃないかと思うんですけど、どうですか、その辺。前前職が金融系だったので、はい、そこで取ったっていうところがあるんですけど、そこでお金回りとか数字回りっていうところは慣れてたので、はい、そこの面ではフリーランスになった時の確定申告とかも面倒ではあるけど、そんなに内容的に苦痛ではないかと。あ、なるほど、なるほど。じゃあ簡易簿記とかその辺の知識はまたある感じですか。はい、そうです、ね、なるほど、はい、確定申告で使う書類とかは自分で作れちゃうわっていう感じですか。そうですね、できたので、はい、フリーランスがファイナンシャルプランナー持ってると割と行きますよね。そもそも数字に対する嫌な感じっていうのはだいぶ減るのかなと。慣れない人は慣れないですもんね、お金とか数字の管理をするっていうの、ベースがあれば管理の方法も知れますもんね、はい、僕今日やったんですけど確定申告ギリギリで、はい、ちょっと体調悪くなってきましたもんね数字見ると、はい、いや僕も本当に無理っすね。慣れない夢、はい、ファイナンシャルプランナーって簿記検定とは違うもんですか。全然違います。はい、決済をするとかそういうのはまた別ジャンルで、どういうものが学べるんですか、ファイナンシャルプランナーって。お金がどう動いてて、どんな種類があって、基本的な会社員とか誰でもある税金関係とか、はい、そこら辺がざっくりと学べるっていう感じのところ。何級からあるんですか。 1,2,3 があります。1級に行くにつれて難しくなってきます。そうです。はい、それはそうでしょう。次ですね、Java Gold持たれてますよね。はい、Java Gold はすごいんじゃないですか。だって2年の経験で Java Gold って結構勉強されましたよね。結構サボりながら勉強はしちゃったんですけど、2年間で取れるだけでもすごいのに、サボりながら勉強されたって結構すごいですよね。シルバー持ってないとそもそも受けれないじゃないですか、ゴールドって。はい、ブランズ取ってシルバーゴールド順番ですもんね。はい、どんな期間勉強したんですか、サボりながらだとしても。経緯から言うと、最初は SES の3ヶ月の研修の3ヶ月目でブロンズ取りました。4ヶ月目にシルバー取りました。めっちゃ早いですね。はい、そこからやっぱ現場ちょっと忙しかったので、はい、ゴールド取ろうと思ってたけどサボって、そこからもう取らないでいいやぐらいに思ったんですね。はい、不純な理由で最終的に取ったんですけど、はい、フリーランス転校しようと決めた時にゴールド一応取っとくかって思いまして、はい、その理由としてが SES でゴールド取ると受講料が返ってくるんですよ、合格すると。前の企業でですか。前の企業で、はい、企業の福利厚生として。あ、そうですね、受かれば受講料は返ってくるんですよ、ね、ってと
ところで出る前に撮って、はい、空で撮っとこうって。いや、それは確かに間違いないですね。いや、絶対いいと思います、はい、結構しますもんね。2万円ぐらいしましたっけ。3万2000とか高いですね。Java ゴールド持ってる Java のエンジニアさんは書類審査率高いですよね。そうですね。経験が10年15年あったらそんな変わらないかもしれないですけど、うん、若手のうちとか5年以内だと Java ゴールド持ってると一気に上がる気がしますね、うん、続けば言われますね、うん、はい、2年目3年目とかってスキルの測りようがないですからね、分かんないんで、うん、もうバラバラですし、 Java ゴールドとか持ってると信用がすごい得れますよね、はい、今 Java やられてるエンジニアさんもたくさん見てらっしゃると思うんですけど、実務経験がやっぱないと厳しいとか、取ってから実際業務に生きたこととかってもあったりとかしますか？業務に来たことはほぼないです。業務まだしてないですもんね。フリーランス転校する前に取って。あ、そうですね。そういうことか、はい、学習期間で勉強したこともその時はまだ Java ギリギリやってたんですけど、そこでは生きなかったです。そうなんですね、はい、フレームワーク使いますもんね。はい、そうです。だからフレームワーク使わない問題ですもんね。そうですね、はい、生 Java 書いた時に来たりとか、うん、そういう感じですかね、うん、まあ、でも絶対どっかで行きますよね、学んだ過程とかは、うん、そんな気がしますね。今のが多分 IT 関連の資格ですかね。はい、動画の途中ですが、エンジニアなら必見、エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、キャリアアップのご相談も全て無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。 ECO 検定ってあります。これ何の資格ですか？これはエコ検定。エコ検定、はい、どういう検定なんですか？IT関係あります？全く関係ないです。環境系のやつですか？要はエコとかじゃないですか？そうですね、環境系で条約とかそういう話が出たような気がします。なんとか条約とかっていう。あ、はい、あー、なるほどですね。1本目の動画ぜひ見ていただけたらと思うんですけど、視聴者さんには旅行とか行くからとか関連してるんですか？環境のことに詳しくなろうみたいな。関係なくて。関係ないですね。そうですね。一時期取得取るのにハマってたというか、まあ、何でもいいからあちこち受けて取ろうっていうので、はい、いろいろ受けたって感じ。じゃあエコ検定取って現場で行きたりっていうのはない感じですか？ないです、ね、今のところ全部 0% ですね。ビジネス実務法務3級っていうのがありますけど、これ何ですか？これこそ法律の勉強です。ビジネスの法律ですか？あ、そうですね、はい、残業時間は何時間までとかそういう感じですか？あ、そうですね、それもありましたし、知的財産とかそこら辺の話も。知的財産、うん、あまり使わない言葉ですよね。そうですね、著作権とか。あ、分かりやすい。はい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 、そっちなんですね。有給の算出の仕方とかそういったのかと思ってました。なんか働く上でのその効率みたいな。それはちょっとかかったと思います、うん、現場では生きなそうですかね。まあ生きないです。これは生きるんじゃないですかね。色彩検定3級って生きないでしょ。いやいや、フロント画面作るときにここのカラーは変えた方がいいかもしれない。あ、そう、これってインテリアコーディネーターの人とかのやつじゃないですか。赤と何色が合うみたいな。この相性はいいとか高級感があるとか、うん、なんかそういうのがあったりしますよね。そうですね、はい、色相感ってなんか丸い円で、はい、色がこう変わってってなんかありますよね、はい、マウスを置いて色を探したりしますもんね、こうやって、うん、ああ、そうです。これ取ろうと思ったら裏なんですか？暇だから。色彩検定は分かりやすいみたいな話聞きようとあります。実際どうでした？すぐ受かったもんですか？ああ、なんかこれは簡単だった記憶があります。そうなんですね、はい。世界遺産検定3級ってのがありますけど、これはさすがにできるんじゃないですか？これは生きてます。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。もう一回聞きます。これは生きてますか？これは生きてます。あ、ありがとうございます。何ですか？なんでですか？旅行が好きって申し上げたんですけど、はいはい、世界遺産検定3級って日本の世界遺産なんですよ、主に、はいはい、2級になっていくとこう世界にどんどん広がっていく、1級になるともっと広くて細かいっていう感じで、はいはい、3級を取ってると日本の世界遺産について詳しくなれるんですね、はい、で旅行していくとそこに行きたいだったり、行った時にこの歴史をより深く知ってたりっていうところで、はいはいはい、そこで得た知識がありつつ旅行の話が好きなので、ビジネス上で会話する時のやっぱ雑談として旅行の話が出た時にここで得た知識っていうところが生きたりするので、うん、なるほど。これ一見えって思ってるかもしれないですけど、それは大事ですもんね、うん、はい、みんなやっぱ共通で気になりますもんね、そういうの。世界遺産の知識とかって、はい、富士山がなんとかとかとかあんま僕も分かんないですけど、うん、話の武器持ってると現場内で関係値作りやすいですよね、うん、あ、はい、そういう雑談とかで使えますよっていうんですね、はい、でもめっちゃ大事ですよね。確かに興味本位なんですけど、一級はどんな感じなんですか？一級はもっと世界史やってるような感じで、その世界遺産が何ですかじゃなくて、それは過去に誰がどう作ったんですかとか、本当世界史の勉強みたいな。確かに興味がない人に一級までの話されるとちょっときついですね。三級ぐらいちょうどいいですね。ちょうどいいですね。雑談だったら。
じゃあラストですね、メンタルヘルスマネジメント2種っていうのがありますけど、はい、これなんか現場でワンチャンきそうな感じしますね。どうです？これこそ残業とかそういう系のところが学びましたね。これどういう資格なんですか？自分だけじゃなくマネジメントする相手で、はい、メンタル的にこうした方がいいっていうところだったり、はい、効率系でこれはダメだっていうところだったり、はい、そういう効率的なところも学べたりするんですね。そうですね、はい、メンタルヘルスマネジメントって書いてあるんでメンタルケアみたいな感じかなって思っちゃいました。結構雑学というか座学、うん、そうなんですね。座学面の方が強かった。どう残業とメンタルヘルスがあるんですか？人間なんか残業何十時間以上超えると壊しやすくなるとかそういったところもあるんですか？そうですね、ただそれはやっぱり法律上で決まってる数字、はい、何十時間とか、はい、それのまんまっていう感じです。なるほど、ありがとうございます。今回まあ8種類かな資格の方を伺わせていただきました。何かあります？他にも書いてないけどまだあるんだよねみたいな。簿記3級はあるので、そこで複式簿記は、はい、スピード簿記があったら結構強いですね。そうですね、お金回りのことは変なことはしないですもんね、はい、案件探す時なんですけど、野崎さん自身が見たことあるかわからないんですけど、会計システムの案件とかだと簿記何級ぐらいの資格持ってる方みたいな募集もあったりするので、うん、角度的に上がってくるのかなって我々も感じてます。証券的な案件とかだと簿記検定持ってる方優遇みたいな案件もあったりするんで、はい、結構その辺は生きるかなと思います、うん、今後なんか取っていく資格とかあるんですか？もういいかなって感じです。一旦ストップですね、はい、かしこまりました、はい、ありがとうございます。結構まあ行きそうなところで言うと FP とか簿記とかあとは世界遺産検定とかですかね、はい、いいかなというふうに思いますので、はい、ぜひ興味がある方は勉強してみてもいいのかなというふうに思います。あとは資格系の結構取っていただいているエンジニアさんたくさん出ていただいているので、はい、そちらの関連動画もぜひ見ていただけたらと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。弊社はですね、今一緒に働ける営業マンの募集も随時しております。フリーランスとして SES の営業をやりたい方、概要欄の公式 LINE の方からお問い合わせの方もお待ちしております。はい、年齢はだいたい20代から30前半まで、特に必要スキルとかはないです。時期とかを相談で池袋に最初は出社する可能性が高いです、はい、お給料とか細かい部分は Zoom とかで軽く10分とか15分とかお話しできればなというふうに思いますので、興味があったらぜひお問い合わせの方お待ちしております。はい。